どうも、ウェダックスです。カービーレイクの i7-7700 を購入しました。オーバークロックはしませんので K ではありません。また新しくね、自分用に今度新しい部屋を用意するんで、そこ用に購入しました。で、本日ちょっとパーツがマザーボード、メモリ、CPU のみでの動作確認をしてみたいと思います。まあ、パーツ高いんでね、動作確認のみをしっかりしておきたいと思います。で、自作ですが、マザーに CPU つけて、メモリつけて、もう電源挿して、で、パワースイッチのこのスイッチセットってあるんですけど、それで起動して BIOS が出たら終わりです。はい、ではサクッとやります。で、はい、カービーレイクなんですけども、とりあえず今 Z2 からじゃないと対応してないんですね。で、 BIOS のアップデート等で、使えるようにはなると思うんですが、今のとこ2系ですね。2系のマザーで、今回は GB の Z270HD3とりあえず i7 なんで Z シリーズにしようと思ってまして、で、まあ、その中でも一番安かったからこれを選択したって感じですね。はい。で、まあ、オーバークロックしない人にとって Z は必要ないじゃないんですけども、まあ、プロシリーズとかいろいろあるんですが、私の中で Z シリーズが一番故障しないマザーだと思っております。で、実際もう何年も使ってて壊れたことがないですね、 Z は。で、また私はオーバークロックしないので i7 にもかかわらずリテールファンでいます。で、 i7 とかでも多分セレロンとかでもついてるファンって一緒ですよね。気にしたことないんですけど。で、カービーレイクは Windows 10 64bit、 もう 32bit には対応してないらしいです。で、対応してないというのがどういうレベルなのかが私にはわからないんですけども、とりあえずカービーレイクを使うならもう 64bit の OS を使いなさいということみたいですね。そして Windows 10以降、まあ、今のところ10しかないので。で、 CPU はいつもの通りくぼみ。多分ね、今日のね、作業起動までなんですけども、初心者にも多分参考になると思います。動作テストをしておけば、最小構成で動作テストをしておけば、すごい組み立てが安心して行えると思います。まあ、くぼみだけ合わせて四隅ちゃんとはまってるのを確認して蓋をします。はい。で、 CPU ファンですね。CPU ファンは、ファンをどこにつけるか、ファンの電源ですね、をどこから取るか確認し、で、一番ベストっぽい方向でつけましょう。これ、これ、構えで。で、カチッというまでね、対角上、カチッというまで押していきます。はい、利き手の親指で押した方がいいでしょうね。で、裏から見てちゃんと、黒い突起がね、白いプラスチックを出てきてるか確認した上で OK と。はい、これで OK ですね。で、 CPU ファンはファンにケーブルが当たらないよう確認して、電源出します。はい、電源挿しました。基本的に私ほとんど自作、安いパソコンばっかりなんですが、作業がビデオ編集とかそういう、まあ、ゲームとかでも
i3 とか i5 ですけども、ビデオ編集ですねで使うよって言われると i7 になりますね。編集自体はそんなに CPU パワーいらないんですけど、エンコードですね、エンコードで結構パワーがいるの で、はい、でメモリーは溝を確認して、挿してください。まず1枚で、本当の最小構成は1枚です。ですがもうめんどくさいので2枚とこも挿しときます。はい、もうほぼ完成、これで完成です。あとは電源つないで、キーボードをつないで BIOS の画面が出るかを見たいと思います。はい、ではね、先にほんなら電源挿すか。この電源もね、その辺からちょっと引っ張り出してきたんで、動くかどうか正直わからないんですけども、多分大丈夫。電源を挿して、で、あとは CPU ですね、4ピン2個を挿します。ここが逆だった。まあ爪でね、方向確認できますんで、爪で1個ずつ挿してもいいですし、同時にこう挿してもいいです。はい、爪がちゃんと引っかかってて、ちゃんと水平が取れてる、水平っていうか隙間がないこと。はい、これ電源は差し終わりました。まだ電源のイン1ですね、1はオンにしてません。あとはキーボード、 USB キーボードを使います。 USB に挿しておきます。あと HDMI、 この画面にね、BIOS が出てくれば終了となります。HDMI 挿して、で、パワースイッチですね。スイッチ、セット、リセットボタン、パワースイッチ、パワー LED、 ハードディスク LED っていうね、こういうちっちゃい、こうやって自作するには持ってたら便利なものが売ってますんで、またリンクを貼っておきます。はい、で実はね、これリセットスイッチなんですよ。こうな、すぐなくすんです。なのでリセットでもパワースイッチでもやってることは一緒なので別に構わないですね。はい、これで終わりです。早いでしょ。 CPU つけて、 CPU ファンつけて、メモリーつけて、でキーボードと HDMI 挿して、あとは電源を入れます。そしたらスイッチ、パワーユニットのスイッチを1にして、スイッチを押します。はい、今のところノーカットでいってます。 BIOS の画面がデリートキーをしてます。出ない。電源は入ってる。やっときた。はい。見えますでしょうか。見えます？見えますね。こうこうこう。はい。これで最小構成、パーツが壊れてない、最低限ね。まあとりあえずこれで起動しないってことはないんだなっていうことがわかります。はい。あとね、ケースと、ビデオカードは GTX970 が空いてるんで、それにすると思うんですけど、まだ SSD を何にするか、まあ M.2
があるので M.2 を使うのか、まあ普通に SSD を使うのか、今のところちょっと検討中です。はい、これでね動けば基本安心してこの後も組み立っていけると思います。はい、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。ちょっと終わったんですけども、一旦ちょっと戻って、カービィレイクはその言ったらそんなに CPU すごくないんですよ。CPU の進化は私の中ではハスウェルで止まってて、スカイレイク、カービィレイクと来てますけども、結局ハスウェルをオーバークロックしちゃうとほぼ同性能が出ちゃうんですね。それはスカイレイクも一緒で、なのでカービィレイクをどうしても買う必要っていうのは今のところ正直ないんじゃないかなって気はしてるんですね。で、来年6コアの i7 が出るという噂がありますんで、i7 を狙ってる方は来年が買い時なんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、カービィレイクのいいところはやっぱり発熱量が下がった、そして電力も下がった。まあ、発熱が下がるってことはオーバークロッカーにとっては嬉しいことですよね。さらにオーバークロックに挑戦できますん で今までの i7 の中で一番多分今マザーでモニターしてるんですけど低いですね。37度ですよ。シスファンでねえわリテールファンで、これはすごいですね。4ギガ出てて、っていうことでした。はい、カビレイク良さそうですね。多分安定させて使うにはいいんじゃないですかね。オーバークロックは当たり外れがあるんで、石がね、その辺はちょっといろいろまた調整する方はしてください。私はしません。はい、はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。